えと40歳、夜のミスの経営者です。えー、従業員は30名ぐらい雇ってる会社の規模です。もっと経営者として成長して、えー、会社を大きくしたいです。えー、何を学ぶのがいいのか、えー、考えた結果、心理学や行動経済学、ライティングなど学ぶのがいろいろなビジネスに汎用性があり、経営者にはもってこいの努力だと思いました。3年ぐらい刑務所に入ったつもりで勉強する価値あると思いますか、えー、ご教授くださいということなんですが、えー、と結論から言わせてもらうと、多分40歳で、えー、行動経済学とか心理学やライティングなど学んで、ビジネスに汎用性があるっていうふうに考えてらし あるのかな考えていると思うんですけれどもえおそらく30名程度の、えー、会社の規模でしかも夜のお店の経営者だったらもっと多分手っ取り早く成果が出る方法はいくらでもあるんじゃないかなというふうに、えー、思いますけどねうんあとは経営者として成長したいんだったら夜の店以外の,あの仕事やった方がいいっすよ多分あのね いろんなビジネスにやっぱり手を出したりとかあと何かの経営してる社長とかでも投資とかを行っていろんなビジネスを知ってるんですよだからみんなが思ってる以上に表向きの仕事以上にいろんなビジネスに関わってアンテナ張ってるんですよやっぱりチルの経営者ってでもやっぱそういうのがあのないとまあ多分その,あの心理学とか行動経済学とかこういうの勉強して多分ね成功するっていうふうに思う方いらっしゃると思うんですけどこれ相当勉強じゃダメですよ うん、あとは、使い方です。それをたくさんの業界に適用しないといけないので、結局、あの夜の店以外の経営とかビジネスとかのことも知らないといけないと思うんで、多分ちょっと特殊な、ね、仕事をしてる人だと思うので、うん、そこからとかいいんじゃないのと思いますけどね。うん。うん。うん、<laughs> あの、一個だけ言っていいですかね。あの、勉強することを、 刑務所に入ることに例えるようなやつは多分勉強しても頭に入れないし使わないえないと思うので普通にビジネスの勉強した方がいいと思いますよ心理学とか構造経済学とか僕大好きですけどそれを学ぶことを刑務所に例えるようなごめ、うんなさい言っちゃ悪いんだけれども40になるまで大して勉強してこなかったんだろうなっていう表現を使ってしまう人は多分やってもね構造経済学とか心理学使いこなせないと思うんで普通にビジネスの勉強して普通にやっていった方がいいと思います。 概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックは無料体験できますぜひチェックしてみてくださいそれではバイバイ